こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はこちらのレンズ、コシナ 28-210mm F3.5 から 5.6 買ってきましたので紹介していきます。ハードオフジャンク品330円で買ってきたレンズです。ネットで調べたら情報が少ないレンズだったので、外国のサイトなんかを参考に調べてみました。いろんな名前で売られていたレンズだったようです。テロップで入れておきますが、コシナーのほか、ソリゴール、トキナ、ビビターとかの名前でも売られていたレンズであったようです。直進式のズームレンズです。こんな感じで引っ張り出してズームします。英語サイトではプッシュプルと書かれていました。焦点距離が28から 210mm、 7.5 倍ズームです。明るさは、こちら F3.5 から5.6、 レンズ構成が13×15mm、 絞りバネの枚数は8枚です。最短撮影距離が、こちら見てあげると 1.9 メートルとなっています。重量は 540g あります。今回買ってきたのはキャノン EF マウント用です。他にニコンの F マウント、ミノルタ A マウント用があったみたいです。レンズフィルターが 72mm と前玉が大型なのが魅力的なレンズとなっています。程度を見てみます。レンズはなかなか綺麗なレンズに見えます。傷や汚れは見当たりません。後ろから見てみます。330円にしてはなかなか程度がいいレンズに見えます。問題はオートフォーカスがちゃんと動くかということなので、動作確認していきます。カメラボディはキャノンの EOS 5D Mark II を使っていきます。レンズを装着します。はい、この状態で半押ししてみます。はい、ちゃんとオートフォーカスでスムーズに撮影することができます。いい感じです。今回この組み合わせでいろいろ撮影をやってきました。フルサイズのボディと組み合わせると、かなり大型になります。ズームするとこんな感じで大きいです。かっこよくはあります。ただ気合を入れて撮影しなければいけない組み合わせになります。それでは作例を見ていきます。作例を見ていきましょう。カメラボディは EOS 5D Mark II です。ワイドターン 20mm、 開放 F3.5 で撮影しました。四隅が見事に光量落ちしていますね。電車の車体を見てみると先頭車両にピントを合わせているつもりなんですが、全体的にぼんやりした写りになっています。これは面白い写りをするレンズです。同じ位置から同じ焦点距離 28mm で F8 まで絞りました。電車の車体がシャキッと綺麗に映るようになりました。四隅の光量落ちも気にならないレベルまで改善されています。こういうレンズを使うとレンズの基本を教えてもらえるのでいいかもしれませんね。並べてみるとこんな感じになります。絞り解放が甘い写りになって F8 まで絞るとシャキッとするという様子がよくわかる比較です。続けてテレターン 210mm を見てみましょう。まずは絞り解放の F5.6 です。テレターンの方は絞り解放から綺麗に映った印象です。ただしやっぱり完全ではなくって、全体的に黒い膜がかかったような感じはあります。同じ場所で解放から2段分絞った F11 の作例を見てみます。太陽の光がすっきり綺麗になりました。黒い膜のようなものは全く感じません。テレタンも絞って写りが改善されるレンズです。並べてみましょう。右の電柱とかを見ても絞った方が圧倒的にすっきり綺麗に写っているのがわかります。絞りを変えることで変化をつけることができるので面白いレンズです。これもテレタン 210mm で絞り解放の F5.6 です。開放でも全然ダメということはなくて、これはこれで味があっていい写りになります。絞り開放から綺麗な写りの優等線レンズもいいんですが、個人的にはこういうじゃじゃ馬なレンズも大好きです。ワイドターン 28mm で絞り開放 F3.5、
とんでもない光量値を出してきます。四隅が真っ黒じゃないかと突っ込みたくなります。同じ場所から F8 です。やはり F8 まで絞るとすっきりします。これだけ違いを出してくるので面白いレンズだと感じます。流し撮りをしてみました。ワイド 28mm からの 7.5 倍ズームありますんで、これ1本で何でも撮れます。何でも撮れるのが魅力的なレンズです。流し撮りもかっこいい感じで撮れてよかったです。ワイドターン、テレターンで画角を比較してみます。左がワイドターンの 28mm、 右がテレターンの 210mm です。オートフォーカスで撮影していますが、EOS 5D Mark II との組み合わせで全くストレスはありませんでした。330円レンズで調子が良かったので嬉しいです。ただし EOS 5D Mark II とこのレンズの組み合わせはかなりの重量と大きさになりますので、撮影の労力は大きいです。頑張って気合を入れないと撮影できません。これもいいですね。 210mm で絞り解放の F5.6 です。テレタンは絞り解放から積極的に使っていけるレンズになります。ワイド 28mm ほどは劣化しません。マクロの作例です。最短距離 1.9m で焦点距離 210mm です。近所の柵を写しただけの作例です。最短距離は 1.9m ということで近くはないです。遠いです。ただ 210mm の焦点距離を考えれば十分にマクロ撮影が楽しめます。花を写すとこんな感じでした。まあ、距離が遠いのでピント合わせが大変ですが、オートフォーカスなので何枚か撮影しておけば1枚くらい当たります。背景のボケを見てみましょう。絞り解放 F5.6 で撮影していることもありますが、わさわさしていてうるさい感じには見えます。左上部分とか雑な印象になります。まあ、正直言うともう一声大きく写したくなるレンズではありました。この時代この手の高倍率ズームレンズの特徴でもありますが、マクロに強いとは言えません。前後で二重に重なった花びら、後ろでボケている花が滲んでいて鬱陶しくはあります。それでも楽しく撮影できるレンズなのは間違いありません。動画の作例です。カメラボディは引き続き EOS 5D Mark II です。動画はオートフォーカスでピントを合わせたら、スイッチをマニュアルフォーカスに切り替えてピント固定で撮影しています。ピント固定であれば動画撮影も楽しめます。高倍率ズームを活かして動画撮影も何でも撮影できるので楽しいレンズです。ということでコシナの 28-210mm 直進式オートフォーカスレンズを使ってみました。330円でこの楽しさは最高でした。絞りによってすごい写りが変わるレンズだったので、レンズの勉強、基本勉強したい人にはぴったりなんじゃないかなと思います。この手のレンズは同じような特徴を持っていることが多いので、ぜひ中古でレンズ探してみてはいかがでしょうか。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクレンズの紹介動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。